ジンバブエ準備銀行が発行したジンバブエドルと RTGS ドル紙幣について論述する。ジンバブエの紙幣が発行されたのは1980年に建国された時である。1990年頃までは経済的に安定していたことから大きな変化は見られなかった。なお、ジンバブエの紙幣の特徴としては他の多くの国家とは違い。 歴史上の偉人や国家元首などといった特定の人物が登場していないが、その代わり表面にバランスロックスという奇岩が必ず登場している。裏面にはジンバブエ国内のハラレやカリバダムの風景や動物などが描かれている。ただし、工術のハイパーインフレーションによって天文学的な学面の紙幣の発行とデノミネーションを繰り返していた。 そのために1009年には90種類の紙幣が発行されたため、以前に発行された紙幣のデザインを印刷する色と額面を変更したものが多くなっている。以下、発行された紙幣シリーズについて解説する。最初のジンバブエドルは1980年にローデシアドルに代わって導入された。21世紀初頭まで緩やかなインフレーションであった。 しかしロバート・ムガベによる経済政策の失敗からハイパーインフレーションに見舞われた。1980年に発行された2ドル紙幣2003年に発行された1万ドル持参人払い式小切手2003年頃からインフレーションが激しくなったため、紙幣に代わり持参人払い式小切手を発行するようになった2006年8月1日、デノミネーションが行われ、 ジンバブエドルは3桁切り捨てられた。100兆ジンバブエドル紙幣2008年8月1日、再びデノミネーションが行われ、ジンバブエドルは10桁切り捨てられた。しかし、紙幣供給量が過剰であったことから、最終的には、世界中の国家で初となる、100兆ドル紙幣という、天文学的数字となる紙幣が発行された。 これに対して、1セントから100兆ジンバブエドルまでの、幅広い額面の銀行券を印刷させることによって、非常に大きな数字にも対応できるようになるための、簡単で毎日できるトレーニング法を国民に与えた、ことを理由に、ジンバブエ準備銀行の総裁のゴノは、2009年に、イグノーベル賞を受賞した。なお、100兆ドル紙幣は、日本国内では、 独立行政法人の国立印刷局が運営するお札と切手の博物館にて実物が展示されている。2009年2月2日、一兆ジンバブエドルが新一ジンバブエドルになる12桁のデノミネーションを実施した。2009年12月現在、実際には市場に流通していない。ジンバブエ中央銀行総裁は2009年11月、 マスメディアに対して、ジンバブエの経済成長率が年7%を超えない限り、ジンバブエドルは再導入しないと自国通貨を放棄することを表明した。2016年11月から数年ほど暫定的に代理通カボンドノートを発行したが、成功しなかった。2020年現在の通貨である。ありがとうございます。